皆様おはようございます。本日はですねこちらですね、はい、砂肝でございます。砂肝はね、ラクダみたいに単行分がねワンツーとございます。まずこれをね、切っていって、今日はね砂肝の唐揚げをね作ってみたいと思います。まずですね、こちらですね、はい、単行分がございます。でタンコブのね上を切ってくださいませ。ちょっと片手でできないんで、どうしましょう。タンコブの上を、ちょっと切っちゃいますね。まずですねこことここを切ります。はい、お分かりになりますでしょうか。このコブのとこですね、コブのとこを1、へっこのとこ2、コブを3ですね。でこれを切るとですね、こんな感じになります。1、2、3、4、4つになるんですね。まずね、これを全部切っていきたいと思います。まあ、このままね、唐揚げにしても、よろしゅうとは思いますが、非常にね食べにくくてやけどをしてしまう可能性があるんでね、ちゃんと切った方が、好ましいんではないかと思われます。それではね切っていきます。砂肝をね、4等分に切り終わりました。そしてこれですね、お塩でございます。砂肝のですね、総重量の 1.2% ぐらいのね、塩を入れてもみ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 してくださいませ。そしてですね、あとはブラックペッパーでございます。ブラックペッパー、黒いペッパーと書いて、ブラッキーペッパーですね。はい、これはねお好みでスパイシーな方が俺はいいぞという方はですね思いっきり、私はあんまりスパイシーなの好きじゃないのでちょっとむせちゃってみたいな方はね、軽めでお願いします。あとはね、これをもみ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 ですね、もみもみもみでよくもみ込んでくださいませ。その間にですね、油の方ですね、油の方を、180度ぐらいまで温めておいていただけると幸いかと思います。もみもみもみした砂肝ですね。こういう黄色いやつがですね、たまに砂肝をさばくとついているんですが、これはですね、取っちゃってください。これ引っ張るとね簡単に取れてしまいますので、これはね取っておいてください。まあそうついててもね大して問題はございませんが、ちょっと硬いんですよねここね。でこういうのはね取ってください。そして仕上げにですね、これですね片栗粉です。片方の栗の粉と書いて片栗粉。まあなんでそういう名前がついたのかちょっとよくわかりませんが、片栗粉を入れてですねまたもみもみもみしてください。そしてまんべんなくね、粉がついたところでこちらですね、はい、180度の油でございます。この中にね、ドカンとドカン入れてくださいませ。はい、こんな感じですね。はい、いい音がしてまいりました。香りもね漂ってまいります。それではね、火が通るのを待ちたいと思います。はい、ですね、砂肝も唐揚げですね、いい感じで上がりました。目安的にはですね、この砂肝からこの油が出てるんですが、これが細かくなって砂肝はね、浮いてきたら仕上がりという感じになります。あとはね、お皿に盛り付けていただいてみたいと思います。油はねよく切ってくださいませ、もたれてしまいますんでね。はい、それでは盛り付けに入ります。はい、砂肝を盛り付けてテーブルの方に運んでまいりました。砂肝の唐揚げですね。そしてこちら、一味マヨネーズです、添えてみました。そしてレモンですね。あとはですねもうこのレモンをキュキュッと絞っていただいていきたいと思います。そしてね、本日はまだお正月休みということで、高清水ですね、高清水の熱燗やってみました。実はねもう明日から仕事なんですよね。皆様も明日明後日とやつね、多分月曜日ぐらいからね仕事なんではないでしょうか。
そろそろね、気持ち的にもちょっとブルーが入ってきたんじゃないでしょうか。私もですね、もう明日3日ですね、3日から仕事なんですが、もう今2時なんですよね。もう3日の午前2時なんですよ。これであんま飲みすぎちゃうと、あの明日仕事差し支えちゃうといけないんでね、私も大人になりました。ということでね、まあ、本日はね、いちごをどっくりで、たらたらたらと言ってみたいと思います。まあ実はね、もうこの前に恵比寿3本飲んじゃってるんですけどね。はい、それではね、砂肝の唐揚げいただいてみたいと思います。この上がりっぷりいいですね。もうカリカリっと感じですね。はい、それではね、この一味マヨネーズをつけていただきます。これほんと熱いんでね、皆様召し上がるとき気をつけてくださいね。いただきます。うん、あっ、あっ、うん、さっくり、あっ、さっくり焼くだけ。うん、また一味マヨネーズのピリ辛マヨの味、うん、たまんないですね。で、すかさずポン酢です。うん、休み言って本当にいいですね。でも今日の朝にはもう仕事に出なければなりません。寂しいです。それでは本日も無駄なしまかない道場、最後までご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、砂肝の唐揚げの作り方、動画にまとめてみました。もしね、あのお餅に飽きたよ、おせちに飽きたよという方はね、スーパー肉屋さん、精肉店にね、砂肝を売ってると思いますので、お買い求めになって、唐揚げを作ってみてはいかがでしょうか。非常に簡単なんでね、ぜひお試しくださいませ。これね、ご飯のおかずにもなりますんでね、もうよろしかったら、作ってみてはいかがでしょうか。それでは、本日も最後で無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。さっき言ったかもしれません、失礼いたします。うまいです。